自転車歩行者専用道路。道路標識は、自転車及び歩行者専用であるが、自転車専用道路の補助標識がある。自転車及び歩行者専用の道路標識自転車、歩行者専用道路は、自転車及び歩行者の交通のために設けられる、独立した道路を言う。日本の法令では、 道路法第48条の13第2項により、もっぱら自転車及び歩行者の一般交通のように、共するとして指定されたものを指し、一般には、サイクリングロードと呼ばれることが多い。なお、道路の一部分として道路に併設される自転車、歩行者道とは異なる。それとは、名称が類似し、同じ自転車及び歩行者専用の道路標識が設置されるが、これは、 独立した専用道路である。自転車専用道路と合わせて自転車専用道路等とされ、自転車道の整備等に関する法律で、自転車道と総称される道路の一種である。自転車道の整備等に関する法律第6条第1項では、道路管理者としての市町村に自転車専用道路等の設置について努力義務を課し、同、第2項では、 河川や国有リニアの管理者が協力するものとしている。スポーツやレクリエーションとしての自転車利用を主な目的として一般に河川や故障の沿岸、海岸、鉄道配線跡などに公園、景勝地、観光地などと一体として設置されることが多い。当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限るとされ未供用であることを条件としている。 この場合の部分とは、主として、道路の延長に対するものである。道路構造例、第39条第1項により、福音は4メートル以上とされている。建設省都市局長、道路局長を通達、自転車道等の設計基準により、設計速度は、時速30キロメートルとされ、これを確保する設計が不経済とされる場合には、時速10キロメートルとされた。 自転車歩行車道は、もっぱら自転車及び歩行者の通行のように供するために、遠赤線または作その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分であり、自動車の交通量が多い第3種または第4種の道路には、自転車歩行車道を道路の各側に設けるものとされている。道路の歩道部分のうち自転車通行化となっているものといって、良い。 これらの箇所に設置された自転車及び歩行者専用の道路標識には自転車歩道通行課等の補助標識がついている場合が多い。自転車歩行者専用道路において設置される道路標識は以下である。都道府県公安委員会または方面公安委員会が設置する場合と道路管理者が設置する場合がある。罰則は道路交通法が適用され、 かつ前述の危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。また、道路管理者による場合と比較して、普通自転車に該当しない自転車が通行、止め規制対象となる。東京都及び兵庫県では、歩行者用道路の標識に、自転車を除く、軽車両を除くの補助標識を置いて、自転車歩行者専用道路を表し、 自転車歩行者道とははっきり特別している。なお、東京都では2009年までは自転車及び歩行者専用の標識であった。罰則は上記に違反しているものに対する道路法第48条の16による道路管理者の措置命令、道路管理員による現場の指示を含むに違反した場合に初めて課される。また前述の危険運転致死傷罪の 適用対象外である。自動車運転士症行為処罰法の施行により、自動車、原動機付き自転車を運転し、自転車歩行者専用道路の規制に故意に違反して、交通事故を起こし人を死傷させたものは、危険運転致死傷罪として、最長で20年以下の懲役に処され、また運転免許は、基礎点数45から62点により、免許取り消し、 結核期間後から8年の行政処分を受けることとなっている。1971年の道路法改正によって新たに設けられた。それ以前には自動車専用道路が規定され、自転車、自転車歩行者、歩行者のための専用道路もあり得ると考えられていたが、実際にはこの時初めて法制化された。また、サイクリング道路には、 道路法上の自転車専用道路等として指定されず、施設扱いとされたものもある。ありがとうございます。